どうも、キテーマ水泳です。今日はですね、えー、水泳を始めるにあたって、一体お金がいくら必要なのか、これをね、ちょっと検証していきます。結構ね、水泳部の人は、水泳部ってお金かかりませんよねってよく言われると思うんですよね。でもですね、実際どうなんだと。実際ほんまにお金かからへんのか、こちらを今日は検証していきます。 まずはですね、えー、っと、水泳に必要なもの、えー、練習、そして試合、こちらですね、に必要なものを、こちらをまず出していきましょう。まずですね、練習に必要なのが、まあ、水着ですね。練習用水着、そしてキャップ、ゴーグル、そして練習道具ですね。えー、フィン、プルブイ、パドル、シュノーケル、この辺は多分最低限必要ですよね。僕は、 えっと、現役の時に買った覚えはあるのはこの辺ですね。他はプールに借りてた気がします。で、試合用で必要なのがシリコンで、試合用水着でユニフォームですね。まあ以上のグッズが水泳で練習して試合に出るためには必要でありますけども、一体これ全部ちゃんと集めるとなんぼすんのかっていうのを今日は検証していきます。 えー、ちなみに、検証していくのは一応、まあ、誰でも買える Am Amazon。ゾンさんの方で値段の方を見ていこうと思っています。はい、まずフィンですね。フィンの方は、えー、っと、値段の方がですね、こちら値段が6014円。安くなって6014円です。まずフィンが6014円でございます。はい、次、プル v でございます。えー、プル l v がですね、えー、僕使ってます。アリーナ、こちら見ていきましょう。 3,122円ですね。意外と安い、安いのかなわからんけど。まあだいたい他の水野とかも3,000円前後で買えますね。はい、次パドルです。パドルはね、みんなで多分見たことあるし、使ったことがあるこのストロークメーカー見ていきましょう。ストロークメーカーの赤ですね。みんながよく使ったことあるこの赤が、三、え、千、ー、3,044円でございます。パドルもまあまあするんかなって感じですね。 はい。次、シュノーケルです。シュノーケルは結構ね、ピンキリですね。僕が使ってた、このフィニスってやつのメーカーはですね、えー、4671円が最安でございます。結構、これ結構するね。パドルとかが3000円あったと比べると4000円ぐらいしますね。はい。で、次が、水着。練習用水着が、えー、アリーナ。僕これ今使ってます。これ今使ってるやつが、え4290円。まあ、割としますね。 しかもこれ、水着1枚で今日は計算しますけど、まあ、1枚で済ますわけないですからね。しかも女子はもうちょいしますからね。で次ゴーグルですね。これゴーグル。ゴーグルはね、割と安いんですよね。まあ今日は僕の使ってるビューで検索しますけど、えー、ビュー2105円。安いね。2105円です。はい、次キャップですね。キャップもね、割りかし安めでございます。1100円。このスピード、1100円。これをチョイスします。 で、次、シリコンキャップですね。シリコンキャップが、えー、アリーナ。2142円。はい。で、次、試合用水着。ここが一番高いんですよ。この試合用水着は、まあ、あのー、僕が使ってるやつにします。アルティメットアクアフォース。アルティメットアクアフォースの値段が、25,740円。これが一番高いね。しかも女子はもうちょいします。女子は36,000しますからね。はい。で、ユニフォームは、だいたいま、2万ぐらいですかね。もうちょいするかな。まあ、でも2万ぐらいで計算します、今日は。 えー、ユニフォーム2万ぐらいですね。はい。で、以上の全てのグッズ。これもうまじ最低限ですからね。本当に最低限。練習して試合に出るための最低限の道具を用意しました。で、今の値段を全て合計しますと、トータルが72,254円。結構するくないっすか水泳って金かかるくないっすか僕、これマジ実感しましたわ。しかもですよ。 まあ、レース用水着まあ、女子の場合は、あの、多分これプラス、もっとします。プラス2、3万するんで、まあ、10万弱までいきますね、女子の場合は。しかも、まあ、試合用水着って1着で済ますわけないんですよ。だいたい1試合に2枚持っていくんで、まあまあ10万はすると。で、まあ、練習用水着も1枚じゃないし、ゴーグルもまあまあ壊れたりするし、キャップも1枚じゃ済まへんしね。って考えるとね、 まあ、あの、軽く10万はかかってくるスポーツなんだな、っていうことが分かりました。まあ、あの、練習用水着とか試合用水着とかね、もっとね、グレードを落とせば、安くは済むんですけども、まあ、ちゃんと試合に出て、ちゃんと結果出したいっていう場合は、今日出したぐらいの水着を買う必要はあるんで、結構やっぱ、水泳ってしますね。もちろんね、プールで泳ぐだけとか、もう本当に練習するだけとか、 プールに行ってフィットネスで泳ぐだけっていう場合、試合出ませんっていう場合は、もう多分一番安いスポーツです。もう本当に1万円かかんない。5千円ぐらいでもうできちゃうスポーツなんですけども、まあ他の部活、野球とかサッカーがどれくらいかわかりませんけども、もう僕の予想では、サッカーよりかはする。うん。野球は高いもの多いけど、グローブとか。これ多分サッカーよりかは高い気がする。72,254円。今回は以上になります。 えー、学校のね、皆さん言われたらね、他の部活の人に、これ言ってあげてください。この動画、見せてあげてください。以上です。あいしゃ